大平です。どうも、口なわです。さあ、いつ発売されたかわからない、こちらのミニアートシートコレクション。はい。1個200円。200円。開けていきたいと思います。はい、2枚。ラインナップなんですけど、はい。全部で16種類。すごいね、多いね。で、もうこの辺の16種類。キャラいて、こんな感じのやつが入ってると。はい。サイズが A6 サイズ。はい。はい。ということでね、開けたらすぐね、クレパゲット。A6 サイズのこれに入れて、はい。こちらのファイルに、入れます。飾っていきたいと思います。はい。はい。ヘビは、口縄ですね。はい。もちろん、はい。ツインターボ。はい。狙います。はい。はい。まあ、そうですね。ミホノブルボンとか。うん。を狙う？はい。ミホノライスがいい物語だったんでね。2つ買ってきて。はい、切り口あるんだけど、当てない。当て切りなんだよね。失敗すると思うんだよね。はい。はい、ここにあるけどね。当て切りはね。よろしくない。そう。傷つくかもしれないからね。これでやっていきましょう。ガム1個入りだから一緒にやっちゃいますか。いきますか。これかな。はい、せーので、うわっ、26かなこれ。シンボリズムマジ当たらん。あ、でもアニメ絵か。あ、なるほど、ね、それもさ、これファイルに入ってる。ちゃんとちょっと入ってるね。あ、嬉しいね。これはありがたい。あ、しかも硬い。あ、下敷き、いや、会長。下敷きは無理か。こんな感じ。いいじゃん。これ200円で安いよ。いいね。あれ？あ、いたいたいた。はい。別に、でした。怪我。出た。安定のオレンジ。これ。あと5分間ね、このガムを噛んでます。あ、いいね、ほら。いや、いいじゃん。これ200円はきついね。無職の俺に、無職にきついですね。いや、きついね。400円を使ってね、はい、これ好きだね、みんな。んバブヨガもうまいけどさ。うん、バナナ味。バナナ味。ちなみになんだけど、これね、一箱で一箱18個入り。うん。だから、一箱が全部種類手に入るかもしれない。かもしれない。で、ちなみにサインカードみたいなのないよね。ない。カードじゃないけど。ミニアートシートね。ああ、北さんブラックと里野は一緒なんだ。アンドって書いてあるから。あ、二人で写ってる。うん。うん。はい。ぜひ皆さんもね、やってみてください。なかなか良かったですね。うん。うん、ちゃんとね、放送してあって、素晴らしかったと思います。そう、光ってたりね、サインあったらもっと面白かったけどね。うん。まあ、いいんじゃない？このキャラクターの選びがいいですね、今回はね。ツインターボもいるし、ライスとかミホもいる。ね。主人公たちじゃなくても、待ち金さん放送で行くんですよね。まあ、どれ来ても嬉しいけどね。うん。では、スパルトウォッカ。うん、はい。じゃあ、皆さんぜひやってください。よかったね。はい、ここから5分間くらい。ご視聴ありがとうございました。